こんにちは、山旅旅チャンネルです。今回は山ご飯の始め方、これを知れば間違いなしというお題で、山ご飯の始め方についてクッカーの選び方、ストーブの選び方、その辺のことについて紹介していきたいと思います。山ご飯、登山で楽しむ食事のことを指しますけれども、山ご飯のバリエーションというのは様々で、必要な山ご飯道具というのはクッカー、あとカトラリー、火を起こすための道具ですね。今回初心者の方でも扱いやすい山ご飯道具と、その山ご飯道具を使用した、できるレシピというものを紹介していきたいというふうに思います。ステップアップ編として、山ご飯道具とそれを使ったメリット、デメリットについても紹介していきたいと思います。まずは初めての山ご飯に必要な山ご飯道具としておすすめしたいのが、燃料ですね。燃料については、初心者の方はこのようなガスがおすすめです。固形燃料とかアルコールとか、そういったものもあるんですけれども、火力とか、あとはその扱いやすさですね、軽量であるというメリットはあるんですけれども、ガスは火力の調整もできますし、非常にシンプルな形で火を起こすことができます。ですので燃料ガスおすすめです。深型クッカーの方を紹介していきたいと思います。はい。でクッカーは別名、コッフェルとも呼ばれていますけれども、山ご飯作るための鍋やフライパン代わりとして使用できる小型で携帯に優れた調理道具のことを指します。クッカーの素材ってアルミとかチタンとか、あとはステンレス、お湯を沸かしたり炒め物をするのに適した形、サイズ、すごいたくさん、メーカーから出てるんですけれども、どのような食事を楽しむかによって選ぶクッカーというのが必然にと決まってきます。で初心者の方におすすめのクッカーとしては、先ほどお話した通り、こういったガスカートリッジ、バーナーを使用しましょうということですので、これらが収納できて、お湯を沸かすことも簡単にできて、実際にこういった蓋がフライパンのような形になってますので、フライパンとしても活用できる深型クッカーというのが、おすすめですということで紹介していきます。もしも炒め物したいと思えば、蓋をこのような形でフライパン側に使うことができます。こんな風に炒めるのですね、ソーセージとか簡単なものだったら炒めることができます。もう本当一人用っていう形ですね。はい。でクッカー本体、こういった本体ですね、はお湯を沸かしてボーラーメンとかフリーズドライのスープを楽しむことができます。クッカーの素材についてはアルミかチタンをお勧めします。なぜかというと、ステンレスはやはり重いですね。はい。でアルミとチタンの大きな違いは、軽さと熱伝導率なんですけれども、チタンはやっぱり熱伝導率の問題を考えると調理には向いてないですね。お湯を沸かすという部分には向いてます。ただこういったちっちゃいものでしたら、ここに火を当てたらしっかりと、熱伝導率悪いといってもしっかりとここ熱くなりますので、炒めることはできます。ただ軽量性を重視する場合はチタンですね。アルミよりかは軽いものが多く出回ってます。ただチタンって、こういうふうに成形するのがアルミに比べると難しい、手間がかかる素材なので、チタン製のものはやっぱり価格が高いものが多いので、初心者の方、まだ山ご飯全然作ったことがないという方は、アルミがいいんじゃないかなというふうに思います。で軽量化、重量の部分でアルミとチタン比較されますけれども、今アルミでも非常に軽いものも出てますので、価格が安くて軽いもので、形が深型という形であれば、結構いろいろなメーカーから出てますので、その中から選ぶのがいいんじゃないかなと思います。はい。でアルミ製のクッカーで、深型といいますと、プリムスとかエバニューとかソトとか、今ここにあるのはスノーピークですけれども、そういった中から選ぶといいかと思います。ちなみにこれチタンです。はい。スノーピークだと深型クッカーで、こういった形のものは
アルミだと1個くらいあるのかな、ちょっとチェックしていただけるといいかと思います。はい、でですね、バーナーですね、バーナーについてはガスカートリッジについてまず、学ぶと良いと思います。まずこのガスカートリッジが、どれだけのその何て言うんでしょう、これ例えば、このガスカートリッジには液化プロパン、液化イソブタン、液化ブタンという形で 105g 入ってるんですけれども、ですね、他のメーカーだとここの、中に入ってる容量、燃料ですね、燃料の種類と、率が異なってきます。プロパンがある方が火力が強いとか、ブタンがイソブタンが多いとかブタンが多いとかで、寒いところでも火力が落ちづらいとか、そういったことがありますので、その辺は全てが一緒ではないので、外の場合はこうですとか、プリムスの場合はこうですとか、そういった違いがありますので、バーナーの代表的なメーカーのガスカートリッジを調べるととてもいいかと思います。概要欄にリンク貼ってますので、そこで確認することができます。で、このガスカートリッジ吟味した際に、バーナーを選んでいくっていう形の順番がおすすめなんですけれども、ただしですね、この、外の特許も取っているこのマイクロレギュレーターという機構は、燃料がですね、やっぱり何て言うんでしょう、少量の燃料というわけではないんですけれども、燃料を抑えて火力を出すという、機構が備わっているので、とてもやっぱり燃料が少ない、燃料の消費が少ないなという印象がありますね。なので僕は外のこのアイテム、マイクロレギュレーターストーブのウィンドマスターという風にも強い、ものを使ってるんですけれども、これ買っとけば間違いなしというわけではないんですが、もっと面白い軽量性に優れたもの、コンパクトなものもありますので選んでみると良いかと思いますが、以降おすすめとして紹介しておきます。で、ガスカートリッジなんですけれども、 CB 缶と OD 缶というふうに2種類存在します。これちょっとまた他の動画でも紹介したいと思ってるんですけれども、 CB 缶は、カセットボンベの略称ですね。で、OD 缶はアウトドアという、略称ですけれども、中に入っているものがガスが違うんで、特性チェックしましょうっていうのは先ほどのお話ですね。はい、でこのバーナーとガスカートリッジクッカー使って山ごはんを、作ってみましたということで、ちょっと動画では割愛しますけれども、記事の方に貼っておきます。簡単なもので言うとラーメンですね。この棒ラーメンと、簡単に言うとお湯を沸かして棒ラーメン、乾麺とかだとこうパリパリって、乾麺ってこう四角い、袋のラーメンだと折らなきゃいけないので、折って入れるでもいいんですけれども、棒ラーメンそのままスポッと入れて、麺を茹でますと。で、麺を茹でたらこれで、キャベツとか、ソーセージとか炒めておいて、置いときますと。で、麺が茹だったら、そこに付属のスープの素を入れて、最後にそれを食べながら、ソーセージやキャベツを食べるとか、そのラーメンの上に乗っけて食べるとか、いろんな食べ方ができるかと思います。その辺がとてもシンプルで簡単な形で、作れるものかなというふうに思ってます。はい、でですね、クッカー、火をつけるところで注意が必要なんですけれども、このウィンドマスターなんですけれども、点火スイッチがついてます。はい。で、点火スイッチって、僕これ使い続けている中で壊れたこと今のところはないんですけれども、壊れることもあります。点火スイッチで火がつかないということもありますので、つかないと料理が作れないというすごい痛手を被りますので、ガスは出ます。で、
点火するためのスイッチが使えないという場合はライターがあると火をつけることができますので、ライターマッチは、エマージェンシーキットの中に忍ばせておいて必ずどこでも持ち歩くように心がけておくと、安全な山ご飯料理が楽しめると思います。はい、先ほどのラーメンの作り方とか実際の写真とかは、概要欄の記事の方からご確認ください。リンク貼っておきます。はい、あとはお湯を沸かすだけのご飯としては、これも記事の方で紹介しているのでぜひぜひ見ていただきたいんですけれども、僕は最近ジップロック飯にハマってまして、まあ、お湯を沸かしてあとはジップロックの中にインド米、おし米っていうんですけれども、おしている米ですねと、さまざまな調味料とか、ドライフードを入れてその中にお湯入れて、おじやみたいな形で食べることができるものです。とてもおすすめです。で、ヤマタビタビのブランドとしてヤマタビというのがあるんですけれども、こういったスタンドコジを立っておけるスタンドコジなんですけど、この中に作ったジップロックを入れて、ジップロックに熱いお湯を入れると持てないのでこの中に入れて、ジップロックの蓋を開けて、まあ、お湯を入れますと。でお湯を入れたらジップロックの、ジッパーをして、保温をする。で、置いておくだけ、1分2分もすれば食べることができるようになりますので、開けてポコッと開いて、ジップロックの蓋をポコッてこう開けてスプーンで食べる、まあ、おにしのアルファ米みたいな形なんですけども、僕おにしのアルファ米も飽きちゃったので自分でまあ、例えばトマトを入れる、トマトの粉を入れるとか、和風にしたければですね、ちょっと海苔とか醤油とかそういったものを入れておくとか、まあ、いろんな味変ができますので、こういうアイテムとてもおすすめです。お湯を作るだけでこんなに美味しいご飯が食べれるんだということをぜひぜひ実感していただけるといいかなと思います。はい、ですね、あとはこの深型クッカーでも実は炊飯することができますなんていう裏技を記事の方に記載しておきます。ですね、この中に米入れて炊くというのではなくて、ジップロックを使ってお米を炊くという、まあ、ちょっと面白い裏技がありますので、記事の方に貼っておきます。ぜひぜひチェックしてみてください。はい、で、まあ、実際に今回に関しては、ですね、登山初心者の方向けということで紹介して、ステップアップとしての食事方法みたいなところも紹介するにあたって、一つは、まあ、軽量なテーブルというのがあるので、まあ、そういうものがあると平らなところでご飯が作れますというところの良さですね。あとはカトラリーですね。カトラリー選ぶ際には、まあ、たくさんスプーン、フォーク、スポーク、お箸ってあるんですけれども、やっぱお箸とっても使いやすくてですね、お箸1個忍ばせておくと、とてもいいかと思います。もちろんこのクッカーの中に入れれるスポークとか、小さく折りたためるものみたいなものもあるんですけれども、まあ、外側にカトラリーケースを使って入れておくだけでもとてもご飯を食べやすいので、あまりこうコンパクトにすごくこう気にされずにザックの中にお箸入れときましょうというのが、提案です。あとはナイフとかまな板ありますと、まあ、キャベツとか野菜とかですね、ソーセージなんかもちょきちょき切りながら、ナイフで切りながら食事することができますとか、いろいろ、まあ、ステップアップとしては、まあ、今度フライパン使ってみようとか朝型のクッカー使ってみようとか鍋をしてみようとか、まあ、いろんな楽しみがあるかと思うんですけれども、まず手始めにこういった深型クッカー1個あるだけでも、かなりの年数楽しめると思います。そこからまた新しいもの作ってみたいなとか、山ご飯食べてる人の真似してみたいなとか、そういったところから新たにクッカー購入していくみたいな形でステップアップ踏まれると良いかと思います。はい、今回こんな形で山ご飯の
始め方ということで紹介してきました。いろいろこう伝えきれてなかったことを、記事の方でも紹介してますので、山旅旅の記事というのを概要欄に貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。今回ご視聴のほどありがとうございました。